大根大根大根コーン。え、どうしたのバンコ。バンコ、おいしそうな大根。わかった、あまりにもおいしそうでみずみずしいから買ってしまったんでしょバンコ。気持ちはわかるよねバンコ。あ、今晩のレシピもう決まったね。煮物決まりです。煮物。え、どうしたの。いやいやいや、え、わかったバンコ、時間がかかるしめんどくさいって。じゃあねバンコ、今流行りの時短レシピどう。任せてください、こちらをどうぞ。大根ホクホクの煮物にして食べたいな。でも時間ないな。いえいえ、たったの20分で味が染み込みにくい大根がこってり煮物になる簡単時短メニューがあるんですよ。材料は大根、鶏肉と味付けにはこちら。時短ポイントその1、大根は厚めに皮をむいて1センチ幅のいちょう切りに、面取りは不要です。時短ポイントその2、電子レンジで加熱すれば下茹での手間が省けます。フライパンで鶏肉と大根を炒めます。大根に焦げ目がついたらタレを入れ蓋をして煮ます。ここが時短ポイントその3、タレがとろっとしているので煮込み時間10分でもしっかり味が絡むのです。蓋を取ってかき混ぜながら 1,2 分煮詰めます。美味しさの秘訣はたまり醤油と三温糖、コクが出ますよ。20分で完成、大根こってり煮。バンコすごいでしょ。時短で煮物の概念を崩したよね。バンコ、今晩早速作ってみてね。元 NHK のど自慢グランドチャンピオン伊藤義明、チャンネル登録お願いします。